はいどうもラリホンです。というわけで今回もみんなのとこ見ていこうと思います。いつか決めたいというわけでね、ブタさんのね単品プレイ見ていこうと思うんですけれども、ガノンか。だってもうこれサムネの時点でガノン確定してるからね。ガノンのコンボというわけで、まあめちゃめちゃね見せプレイ上手い人なんで、まあそんな人のねガノンのいつか決めたいプレイってもう多分俺らからすると、まあ想像もできない次元やと思うんですけど、戦場限定かな。はい、空間から掴んで、はいはい、嘘だろ。で3回4回ダウンして5回してうわ、確かに決めれそうではあるけど無理だよ。うん。どういうことかっていうと、決めれる理論はわかるんですよ。その最後の横スマだって、だって、ね、打ち回避しても多分横スマ入るんじゃないかな、場所的に。結構ね、横スマ有利なんですよ、これ。だし、まあ受け身も取れないだろうっていう、そういう読みもできるから。でも、そのコンボつなげんのクソむずそう。ブレビーというわけで、ね、海外のね、店プレイヤーの、まあ投稿されたプレイ見ていこうと思うんですけど、もうなんかね、ミュウツーの顔が違うんですけど、まあそこはね、まあスルーしてもらってというわけで、うん、ミュウツーの顔はね、日に日に変形しますので、まあそこはご愛嬌というわけで。で、この人は PGX さん、ミュウツーのプレイうまい人なんで見ていきましょう。対カノンに、シャドウボールでバーストするわけもなく、ここから156倍やけど、どうするんだ。シャドーボールで溜めて、あー、もうね、めちゃくちゃ綺麗なテレキャンだね。うん、あれね、近づいてきたと思ったら、すぐ引いてきますからね。で、まあ、顔も変形しますけど、まあ、それもご愛嬌というわけで。シャドーボールクリプスというわけでね、リプレイとか名前じゃないんですね。ちゃんとタイトルあるんですけど、これさっきと一緒の PGX さんなんですが、まあ、シャドーボールつってもね、さっきめっちゃ上手かったですけど、当て方いろいろあるので、まあ、それをね、ちょっと今回ね、楽しんでいこうと思うんですけど、まあ、まとめなんで何個かあるのかな？大乱闘で、もうね、固定砲だとかしてる、うん。まあまあ、今のはまあ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 、大乱闘でチームコンボっていうね、もう神的バーストなんですけど、これは、これも大乱闘でチームコンボと。おい固定砲台とかしてない。おお、これは、これはタイマンですね。うまい、それ踏み、急にめちゃめちゃうまいやん。ちょっと前半古速やったけど、なんか急にめちゃめちゃうまい。あ、それやばい。あ、今のやばい。テレキャン挟むとガチでかっこよさますね。リプライというわけで、これはカービィか、ファルコンかな。え、ミュウツーのイメージあるんですよね、僕ね。皆さんもそうやと思うけど、PGX さん、この投稿の人なんですけど、カービィかな、じゃあ。ファルコンではないと思うんですよね、イメージ的に。うん、やっぱ、ミュウツー使う人はカービィ使うよっていう、勝手な、まあ、偏見を言ってるんですけど。いや、意外とファルコンなのか？ファルコンなのか？ファルコンなのか？ま、ファルコンなのか？おい、ミュウツー使いがそんなコンボしていいんか？それはちょっと俺疑問なんですけど、ミュウツー使いは空下膝します。レブレイというか、これはミュウツーかな？ブラピいますけども、さすがにミュウツーいたらミュウツーだと思うんですけど、さっきのあれのカービィやと思ったら、ファルコンパターンがあるんで、これもね、ミュウツーかと思ったらブラピパターンがあるかもしんないんで、ちょっと注意していきましょう。というわけで、あ、もうミュウツーだ。もうすっごい空への落としだね。そんな明らかにできないですし、そんなコンボ決めれたらもう S ランクです。レブレイというか、これもミュウツーかな？ガオガエにもすごいやばいコンボ決めるんじゃないか。ガオガエンなんてめちゃめちゃコンボ入るでしょっていう勝手なイメージ。今日は偏見が多いですけれども、見ていきましょう。さっきのクエの落としたかもすごかったからね。なんかやるんじゃないの、ハメコンボ的な。後ろの上からシャドウを置いて上に上がっていってどんどん上に上がっていく。それでファーストできるんだ。クーデバーストとかできるんだ、このゲーム。改めて日本、ドタンバ撃墜集というわけで、ドタンバ撃墜集ってまたちょっと面白そうなシリーズが生まれましたね。なんかドタンバってまあ、なんていうの、最後の最後というか、なんかその、まあ、ごちゃごちゃごちゃしてるというか、なんか、やばいみたいな感じの、なんかそのね、なんか焦る展開のところのことを言うのが、ドタンバって、の撃墜集というわけで、割とアドリブ撃墜集的な感じですよね。さあ、これは溜めてるよ、噴火を。当たる今のさ、ちょっと戻しますけど、最終ストックで 111% なんですよ、アイク。で、まあ、敵は 0% と。なかなかちょっとね、逆転したいところで、こういう横スマ決めて、なんとか 44% にして、これもうジャストタイミングやったね。この下から復帰やったら当たらんけど、おそらく当たりづらいと思うんやけど、ちょうどちょっとね、なんかちょっと舐めた復帰をしてたんで、バックマンが。うん。まあ上から復帰やったんで当たりましたというわけでね。完璧でしたね。うん。なんか上京魔人剣しますけど、まあ、素晴らしいというわけでね。うん。もう土壇場で上京をすんだと俺は突っ込みたいんですけど、でもジャスが画量、しかも 154% 最終ストックやしな。まあ、そういうなんか最終ストックとか考えるとな、なんかその展開というかその過程ですよね。どんなタイミングでバーストを決めるかでね、なんか俺かっこよさ決まると思ってて、もう最終ストック 300% とかで即時コンボしたらそれこそかっこいいでしょ。そういうイメージですよ。もうこれはよく最終ストックで本物を見抜きましたね。僕は多分下の偽物の方に上振りしますけど、これは
もう最終速記 NB しかしてない、うん、うわ横島まあでも確かにね、復帰場所がね甘かったからしっかり勝っていくっていう、わお当たるんガノン当たるんかな、ガノン復帰あ崖つかみ優勝なんですけど、ガノン当たらんかったりするのかな、当たらんかったら最強やな、もうそれ当たっていく。でもなんかこのねエクスプロージョン、あのロイド NB あれ結構ね崖で置くとね当たるんですよね、なんかタイミングずらすと意外とねなんかもどかしいタイミングに振られるんですよねロイって。ウェビーね最終速度 105% でね、ウェビーはね、まあ、ちょっと今のはマジで勇気やったね。勇気ある激強手ですね。あの、言い換えたら。実は最後のやつは操作ミス。あれ？あ、操作ミスなんだ。アドミラリホーン、即死コンボしてみたというわけで、サムネよ。IQ500 でなんかよくわからんポーズをしてるクッパジュニアがいますけど、まあ、IQ500 言うてるんで。もうスマ界の IQ500 は信憑性あるんでね。で、あ、俺は IQ500 がどれくらい賢いかっていうのも知らないから、まあ、信憑性あるですね。これは、空下して、メカクッパ置いて、何その顔？なんかアイテムがある？アイテムあったんだ！あ、顔、IQ500。まあ、IQ500 のポーズじゃないけど、まあ、なんか天才は変態って言いますもんね。そういうことだよね。うん。アイテム乱闘でのプレイだったな。メカクッパ置いて。あ、確かに、超速にあったんだ。はは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 いや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 すごいな。何がおもろいかってさ、このさ、起爆の仕方が剣っていうな。うん。その場所じゃないとこのコンボ決まらんかったことだよな。その剣を振るその場所じゃないと、ぶっ飛び距離的にもそのコンボ決まらんかったっていう。っていうのを考えると賢いわ。うん。普通に爆弾投げるだけじゃね、決まらんかったからね。うん。剣で起爆するっていうのが、意外と、めちゃくちゃ良かったっていう。なんだよ、それ。ほんとに狙ったんですね。IQ500 やな、ほんまに狙ったんやったら。はための日本、店コープまとめというわけで、さっきと同じね、ライアンさんなんですけども、さっきのうまいね、あの、バウザージュニアモンタゲってサムネ書いてましたけど、クッパジュニアモンタゲですね。見ていきましょう。うん。店プレイ集ですね。モンタゲというわけで。この前俺、もう店プレイ集にみんなモンタゲってつけてくれ。俺モンタゲって言いたいからって言ったから、あの、つけてくれましたね。ありがとうございます。モンタゲって俺毎日ワントンで死んじゃうんで。おー、うまい！今、やばいコンボ決めましたよね。僕喋ってるうちに、後ろで、クーエバーストしましたけど、上ないからクーエ入るんですね。ガノンがさ、まあいいや、ガノンは。これはどうするんだ爆弾、おー、そうだ、今見た爆弾落とし、崖つかみ空港しましたよ。今のやばいな。崖つかむことによって、あの、空を振れるようにしてましたからね。あの展開でね。はい。これはそこでクーエ。あー、なるほどな。クーエをさ、うまい感じに1回とか決めると、あの、爆弾当てやすくなるのかな、位置的にさっきみたいにさ、そういうのもあるのかな。わお。うん。なんてうまいな。あの、IQ500 は、あの、間違いじゃなかった。うん、持ってなかったわ。うん、もうちょっとある。IQ1000 ぐらいあってもいいんじゃないか。 IQ1000 が、ね、どんな賢いのかってのは俺知らんけど、うん。IQ1000 はあってもいいんじゃないか。もうこれはクーエして、もうクーエの神でよろしいか。わお。これさ、お任せでさ、パジュに出た時にさ、ね、狙うんですけど、その爆弾からのこの、なんていうの？この攻撃？狙うんですけど、あれ、当たらんっすよ。なんか、ガオガイの横見たら結構リズムいいじゃないですか。あれよりむずいイメージあるので、結構ね、みんなが思ってるよりも、こう使ってない人からすると、めちゃめちゃうまいっていう、うん。なかなかあれ当たらんっすよ、ウェビーの攻撃。マジで。狙ってみてほしい、みんなも。お任せで出たら。あ、わお。今のも狙ったのかな？うん。IQ500 や。これはどうするんだ？もう、トリトルの使いがうまいな。そこれさっき言ったやつ。あの、落とし掛け奪い。さっきの掛け奪いできとったんかな？完璧っすよね。うん。掛け奪いからの空港って、まあ、確定しないけど思うんだけど、この爆弾があったら100確定しますからね。うますぎるんだよね。パズルってこんなんできるんですね。あと、空中へ、ベヨネット？え？ベヨ、なるほどな。あ、ベオレットとパジンのチームプレイね。急におばさま出てきたと思って。あ、うまい。キレよ、キレ。うん、あの、ぶっ飛ばしからの、ババーンみたいな。ババーンみたいな。その、すごい綺麗な連携が俺、かっこよくて好きなんですよね。キレがあるというか。でかい！投げ地滅？初めて見た。はい、どうもー、シャッカ好き TV です。というわけで、皆さんね、スイカゲームやってますか？サムネにも、サムネじゃない、この背景にもあるんですけれども、なんかスイカにしましょうみたいな。なんかその、リンゴとリンゴを合わせたら、
なんだっけ、オレンジになったりとか、どんどんそのなんかでかさとかもフルーツも変わっていって、最終的にでかいやつでかいやつ合わせて、桃やったかな、桃と桃合わせてスイカみたいな感じ、あれ違ったかな、なしやったかな、ちょっと覚えてないんですけど、僕やってないんで、人の動画しか見てないんで分からへんのけど、あれ面白そうですね。ちょ、自分でちょっと やる気になるというか、俺なんかああいうパズルゲームじゃなくて、俺もうほんまにね、ほんまに頭使うゲーム無理で、あのぷよぷよとかもガチで無理で、テトリスギリぐらい、テトリスも無理やね、うん、テトリスも無理だね。あの本当に魔人剣しか触れないね、魔人剣しか脳のないアホなんで、ほんまに無理なんですけど、やってますか皆さん、結構やってんのかな。やっぱ流行りのゲームとかって、なんか俺スマ勢はね、スマブラしかしねえと思ってるもんで、あの頭の中で、あんまり流行りのゲームやってないイメージがある。まあ俺がそうやもんで、ほんまスマブラしかしてないみたいな感じなんですけど、どうなんですかね、みんなもうやってるのかな。やってない人とか知らんかったって人はちょっとね、動画見てみると、あ、意外と面白いなと思うと思うんで、よかったら、よかったらっていうか、俺別にやってないし、別になんか別に案件でもないけど、よかったら見てほしいです。